IAI Harpy ーー2007年のパリア賞で展示された Harpy Harpy ーーーーはイスラエルのイスラエルエアロスペースインダストリーズ社が1990年代に開発した無人攻撃機である。無人攻撃機自体が目標に突入して自爆する徘徊型兵器、別名、神風ドローン、スーサイドドローン、神風ストライクの先駆けとなった機種である。IAI Harpy は レーダーサイトなどの適防空母への攻撃に最適化されている。この機体が特徴的なのは一般的な UAV と異なりレーダーなどのマイクロ波を感知可能な高性能なパッシブシーカーを搭載していることである。高価値目標を見つけ出すと胴体内に搭載した高性能爆薬もろとも目標に自ら突入し自爆攻撃を行う。ある意味では 対レーダーミサイルのようでもある特徴的なキャブである。後年同じ特攻戦術を用いるより大型の無人攻撃機である IAI ハロップが開発されたが IAI ハロップは IAI ハーピーにとも故障されることがありこれに対応して IAI ハーピーは IAI ハーピー1と故障されることもある。二千四年にアメリカ合衆国の中国への武器や軍事技術の 輸出制限政策で IAI ハーピーが焦点の一つとなった。1994年に約55万 US ドルで中国に輸出されていた IAI ハーピーがアップグレードのため、この年にイスラエルに戻ってきていたのであるが、アメリカは近代化改修された IAI ハーピーが台湾やアメリカ軍にとって脅威となることを警戒し、イスラエルに対し、 アップグレード契約を破棄し IAI ハーピーを中国に返却しないよう要求した。イスラエルの発表によると IAI ハーピーにはイスラエルの独自開発技術だけが使われておりアメリカ製の軍事技術は含まれていないとのことであった。結局2005年に IAI ハーピーはアップグレードを施されずに中国に返却された。この出来事は アメリカとイスラエルの関係を一時的に冷却させることになり、イスラエルは統合打撃戦闘機計画へのセキュリティーコーペレーションパーティシペーションを見合わせることにした。同年11月には、イスラエルは統合打撃戦闘機計画へ再度参加することとなった。その後、中国はハーピーをリバースエンジニアリングでコピーして ASN-301 として量産している。 2020年9月に発生した軽装地域におけるアルメニアとの武力衝突においてアゼルバイジャン軍がハーピードローンを使用しアルメニア軍を攻撃した。インターネットではアゼルバイジャンによりハーピードローンが輸送車両や戦車や防空網に攻撃する動画が投稿された。また2016年には改良型のハーピー2が投入されたという情報もあり。 ハーピー2が使用された可能性もある。ありがとうございます。